今回訪れた町は厚岸町。人口約8500人のこの町には何があるのでしょうか。早速見てまいりましょう。どうぞ。牡蠣の見える丘です。道の駅が死ぬほど今混んでおります。お昼12時をね回るところですけど、景色とね素晴らしいですね。何ブランコがあった。乗るしかない。暑い。はあ、いや足が長いというのがね、酔う、ただただ酔うね。ブランコからの眺めです。いやめちゃもう夏みたいだな。今日にちと10月の8日なんで、めちゃめちゃ9か10月の9。いいなあ、いいのどかだなあ。もうちょっと駐車場大きくてもいいよなっていう、ね、あんな並ぶぐらいなら。いや早く来てよかった。さあ今回もやってまいりました。どんな町のコーナーです。早速見てまいりましょう。1番牡蠣の町。国内で唯一生食用牡蠣を通年出荷しています。厚岸生まれ厚岸育ちで丸く小ぶりですが、旨味が凝縮した牡蠣エモン。同じく厚岸生まれ厚岸育ちの純厚岸産で、濃厚で身が引き締まっている弁天牡蠣。三陸生まれの牡蠣種を厚岸で育て、身がたっぷり詰まっている丸エモン、ぜひ食べ比べてみてくださいと、厚岸観光協会のホームページございましたのでお伝えいたします。毎年10月には牡蠣祭りなる牡蠣好きにはたまらないわっしょいのフェスティバルもあり、牡蠣好きの皆様は必ず人生で一度は期間中を訪れるべきでしょう。続いて歴史が深い町。町内にある遺跡からは縄文時代の前期または中期の住居跡が見つかっており、約6000年前から人々がこの地に暮らし続けてきたことが分かっています。厚岸の名前が初めて文献に登場するのは寛永年間に松前藩が厚岸場所を開設したという記事が残っているが、厚岸に暮らす人々について記された最も古い記録はオランダの国立総合公文書館に眠っていました。寛永20年1643年、オランダ東インド会社所属のマルチン・ゲルリッセン・フリース艦長率いるカストリクム号が厚岸に寄港し、当時の厚岸の様子を公開記録に残したものです。厚岸は天然の良港にオランダの船、ロシア船、オーストラリア船、フランス船などの外国船がたびたび訪れて諸外国との接点になっていたほか、豊かな海の資源を拠り所とするアイヌと和人の交易の場、松前、函館と根室、千島との中継地としての役割がありました。以上どんな町へのコーナーでした。おい、うお、3匹もいる。すごい。目が合うな。
いや、モニュメントでも何でもないのよ。アホみたいに普通にいるよ。地下公園じゃないんだからさ、やめてくれよ。びっくりしちゃった。すごいな。お分かりでしょうか、これ。そんなあっさりいる。めっちゃでかいやん、そして。もうさ、バカなの。そうでしょ。人より鹿の方が多いとはまさにこのこと。怖いって。いいよ別にそんなさ。何もしないから。ごめんね、なんかちょっと鐘鳴らすだけ。ごめんすごいいるじゃん。わお、何もしないよ、ごめんね。許して。ごめん何もしないから。すごいって。え、農作何もしないよ、ごめんな。ごめんいやおかしい観光スポットだからね。普通に君も普通にいるけどもおかしいぞ。ここ鹿公園ぐらいいるじゃん、本当に。だって獣臭いもん、普通にさ。いやすごいな、獣臭いっていうか、なんていうか、君は何なんだ。君は、いやどういう絵面。人間としかしか人しか海ないよ。どうなんだ、これより近かったらやばいんか。すごい、鹿の糞まみれよ。多いのよ、鹿が。カメオで鳴らすスポットにしかない。カメとしかない。おかしいの。普通にね、観光スポットとしかない。だるまさんが転んだって。えぐいって。言ってもちょっと鹿がいますよとか、すごいって。めっちゃ見るやん、めっちゃ目合うな。
レストランエスカルさんへお邪魔しました。金の牡蠣フライ定食をいただきました。厚岸といえば牡蠣ですが、本場でいただく牡蠣フライは肉厚ジューシーで半端なくうまかったです。他にも牡蠣を使ったパスタやカレーなどメニューも豊富でした。エスカルさん以外にも窓から厚岸を一望でき、牡蠣とピザとウイスキーを楽しめるオイスターバールピトレスクさんや、隣接する魚介市場から取れたての食材を購入し、セルフでバーベキューを楽しめる炭焼き炙り屋さんなど、道の駅厚岸グルメパークに隣接している味覚ターミナルコンキリエ、まさにグルメパークの名を欲しいがままにしているスポットでありますので、厚岸で食事に迷われた方はご利用いただければ間違いないでしょう。